こんにちは、ハイジーです。というわけで、がっつりサッカーをやって、がっつり汗を流して腹ペコになった後に、がっつりと大好きなラーメンを頬張り切ろうのコーナーでございます。というわけで、今日は府中の方までサッカーをしに行きまして、2時間ほどがっちり汗を流した後のラーメン、そりゃうまいでしょということで、こちらもう見えましたね、中華そばつけ麺専門店、元祖八王子ラーメンのビンビン亭さんにやってまいりました。黄色い看板に赤い文字、インパクト抜群からののれんの白に黒のビンビン亭さんもありますし、こちら透明のガラスに赤い文字で縁が白いビンビンさんもあります。いろんなビンビンさんがありまして、見てください、こちらやっぱりお土産ラーメンに玉ねぎ1個プレゼントとなっておりまして、そうなんです、八王子ラーメンですから玉ねぎがかなりのキーポイントになってくるお店なんです。もうこれですから、どの方向から見ましてもすごい張りたくなっちゃうような雰囲気漂わせております。でやっぱりね、モリモリ感も半端じゃなくて、人気ナンバーワンは店長おすすめのネギチャーシューなんですけども、チャーシューとネギの量すごいでしょ。で今日食べたいのは人気ナンバー2の、ちょっと待ってください、薬味ラーメンなんです。でチャーシュー麺ナンバー3です。とにかくこちらのお店、僕本当に大好きなので、一番腹ペコの状態でやってまいりました。ごめんください、失礼します。失礼します。券売機ですけれども、つけ麺中盛りまで無料、極太つけ麺特大まで無料、特大まで、マジで特大半端じゃないね。そうなんだ、茹で後 760g ありますけども、こうきまして、まずは薬味ラーメンと、でチャーシュートッピングして、で玉ねぎ増しにして、あと味玉つけましょうか。これでお願いします。すみません、はい、ちょっとバラバラで、すみません、申し訳ないです。さあ、というわけで入店しまして、今席に着いたんですけども、店内の感じはなんとこう L 字型のカウンタープラスお座敷席もあります。家族連れでも来やすそうな空間ですね。で薬味ラーメンの時点で玉ねぎの量がすごいということで、増した分は別皿で提供してくださるそうでございます。一気に乗せずにちょっとずつだから溶かしていくっていうイメージなのでしょうか。はいはい、いただきます。うわうわ、美味しそう。いただきます。ありがとうございます。登場しました。うわ、いや、めちゃめちゃ美しい、めちゃめちゃ美しいチャーシュー、まず見えますよね、この感じ。チャーシュー5枚かな、5枚、美しいチャーシューからの煮卵、うまそう。絶妙な加減、そして全体像、全体像の玉ねぎ、スープに溶け出しきらない玉ねぎも上に浮いてる感じでございまして、なんて鮮やか華やかなラーメンなのといったイメージからの追加の玉ねぎのボリューム、果てしないね。いや、血液に関してはサラサラで、いただきます。ではまずはスープ、もう純粋なスープをね、スクールとかいう概念はないと思います。こうでしょう。はい、入ってきました。玉ねぎとラード、ラードも効いてそうですね。爆うまスープ、これね、シャキシャキ食べるスープで、ちょっとすくうだけでもこんくらいね、玉ねぎが盛られてくるんですけども、爆量中の爆量でございますけども、その中でやっぱりキリッとした醤油の感じで、こんなにいっぱい玉ねぎ入ってるのに全然やりすぎちゃってるじゃんって感じじゃなくて、うまってなるのよ。なんかもう景色っていう感じのイメージのスープの表面なんですけども、
麺を引っ張り出していきますよ。はい、来ました。なんかワカサギ釣りみたいな感じでちょっと雪の表面の間から出てきたよみたいなイメージにも見えますけども、いやこれだから麺もね程よい硬さがあってめちゃくちゃスープがよく絡んでるので、やっぱ食感はねもちっとしてるかな、もちもちってっていうところもあるかもしれませんね。いやとにかくうまい。動物系と魚介系のコンビネーション、ハーモニー、マリアージュ、観察するスープからの玉ねぎの甘さね。いやラーメンの器の中でこんだけさ玉ねぎが覇権を握る光景ってないもんね。でチャーシューよりもちょっとまずは玉ねぎを包んで食べてみましょうか。あ、麺もついて、麺も来たいな、麺も来たいな、来たいなら来てもいいよ。玉ねぎと麺を一気にくるんで、はい、肉ワッフルとして食べていきましょうか。いや超うまいよ。見てもらって分かると思うんですけども、脂身しっかりで、太さはねそんなに太くない、なんならベラッとしてる感じなんですけども、チャーシューの感じしっかり味わえる。メンマ、オンリーメンマいきましょうか。メンマもしっかり味染みてて超美味しいっていうのと、チャーシューの形やっぱり、うん、親近感を覚えざるを得ないことはもう一応自分から言っとく、絶対コメント欄で言われるから。うーん、トッピングした卵の上にさらに玉ねぎトッピングできるくらいの玉ねぎですから、やっぱこのタイプのレンゲがあるの嬉しいよね。玉ねぎだけを最後吸っていけるっていうイメージのやつでこう乗せての玉ねぎで黄身を隠して食べていきましょう。いや美味しい。卵すらもシャキシャキ食感を楽しみながら、でも黄身のコクを感じながら食べられて、やっぱり結局全部をまとめてるスープね、プースプースが美味しいのよ。プスプステプスプステでもあるよ。プスプステがちょっと擬音ひどいね。プスプスがもう木工用ボンドがなくなりかけてる時の音だから。では貴重な1枚の海苔ありますので、これでね卵を上に乗せまして、メンマもいきまして、全部乗せ、玉ねぎは君から乗せなくても勝手に入ってきてるから。超わんぱく贅沢なうまさ、ガツガツ感で、いよいよここまで来ましたらこっちの玉ねぎを上からトッピングしていきましょう。これは贅沢ですよね。漢字でさ車両という字を書くときくらいの贅沢感そこにありますよね。あれもさ最初の車いらないもんね、なくても車両になるのに、でも車両って書く漢字贅沢、それくらいの渋滞、玉ねぎの渋滞感、丸々の玉ねぎを2個食べられるラーメンということにもなります。そんでこの極上のオニオンスープを食べていくといった感じですかね。でもここからが八王子ラーメンのセカンドシーズンだと思ってください。もう具材残ってないはずなんですけども、これです、たまんないでしょ。RPG でもさ一回クリアしたかと思いきや、その後のストーリーめっちゃ長いみたいな、その嬉しさみたいなのに通ずる玉ねぎ量。ありがとうございます。娘さんではないんで娘さんです。
わかります。可愛いですから、お寿司のダメっていうので、最高に。じゃあ、娘とお寿司の動画をまた近々出します。よろしくお願いします。だいぶスープ、玉ねぎ、薄まってきたかなと思いきや、まあ、まだだいぶあります。ごちそうさまでした。というわけで食べてまいりましたビンビン亭さんのラーメンでございましたが、いかがでしたでしょうか。これでもかと入っている玉ねぎ、その玉ねぎをしっかり受け止めるキレッキレの激うまスープ、最高。もう本当に八王子ラーメン美味しい。皆さんもぜひ体感してほしいと思いますので、気になった方がいらっしゃいましたら食べに行かれてみてはいかがでしょうか。っていうのもありますが、それは一旦置いておいて、また変なコメントが来てるんだ、だから紹介しますけれども、大輝さんからのコメントで、ハイジーさんって基本白米を置かずにサラダが入ってる器ごと食べますよね。サラダと器は一緒に食べないで別々で食べる方が美味しいと思います。何言ってんの。もうそもそもなんか渋滞してますけども、いろんなコメントというか、なんかわけわかんないことが。白米を置かずにサラダを食べることがまずない、サラダを置かずに白米もない。だからもうどっちもないのに、サラダを置かずに白米食べてんだったらね、逆だろ、そっちじゃないよとか言いますけども、そっちもないの。サラダを置かずに白米もないし、白米を置かずにサラダもない。で、器ごとも食べないで、なんか冷静にたしなめてくる感じ、なんなんでしょうこのコメントは。ブラックジョーカーさんからのコメントで、顎が邪魔でうまく座れないくだりはいつ見ても面白い、もはや名人芸になりつつあるよね。そんなことしたことないよ。顎邪魔で引っかかって座れない、そこまでの長さないはず。相当膝くらいまで顎がないと引っかかんない、座りづらいなってなんないから。やってないことをでっち上げて褒めてくる感じ、なんでしょうこれ。そしてこちら、先日洋食屋のニュートンさんの動画のコメント欄のコメントなんですけれども、豊田ひろやさんからのコメント、このお店の先端の三角はハイジさんの顎がぴったり収まる設計になっています。また言い切ってる、また言い切ってるよ。違うよ、確かにニュートンさんの建物の形三角形で、上が出っ張ってて独特な形しました。僕がぴったりハマって綺麗な尺になるわけじゃない、その子供のチーク玩具みたいな感じになってませんから。で、皆さんもういじりがね雑すぎてきてるんですけども、ももかさんからのコメントで、茶碗蒸しですか、茶碗蒸しじゃない、これも本当に雑、蓋があるわけじゃないし、そんな熱々なわけじゃないし、なんか茶碗蒸しの要素が一個もないのに、どこをどう見ていじってきてんのかが謎です。もこれもう雑すぎます。タッキーたかしさんから、ドリカムの吉田美也さんの出身地の銘菓バナナまんじゅうですか、こっちは丁寧だな、バナナまんじゅうですかで分かるよ、バナナまんじゅう分かるよ、それ結構有名だから、いちいち吉田美也さんの出身地の銘菓言わなくて大丈夫、これってすごい丁寧すぎて、なんかそっちのことが気になっちゃうから。里芋さんから、ズボン履いてなさそう、履いてます、さすがにそれ履いてます、履かずにグルメね、街のグルメレポとかしてたらもうね、行く前にもうおしまいかな、一発アウトかな。山帽子さんからのコメントで、ハイジーさんの偽物が山梨チャンネルに現れ、うまやんラーメンを食べた後シャインマスカットを持ち逃げしていました、誤認逮捕とならないように早く逃げてください。それ僕です、僕ですじゃない、それ僕なんです。山梨チャンネルでうまやんラーメンっていうめちゃくちゃな元ボクサーの方がね、作るラーメン、めちゃくちゃな爆盛りラーメンを食べましたよ。で、その日はね、実はそのうまやんラーメンを食べる前にも別のお店でも結構食べてまして、結構食べた上で結構なうまやんラーメン食べに行って、そのうまやんラーメンの後にもまた結構なとこに食べに行く予定だったから、うまやんラーメンもうそろそろ食べ終わるかなくらいの時にシャインマスカット出てきて、確かにビビった僕もいる。で、ちょっとこれはすごく美味しい、一粒食べて美味しいんですけども、お持ち帰りさせてもらっても大丈夫ですかっていうシーンが入ってたのかな。
で、持ち逃げしたわけではないから、他のチャンネルで持ち逃げの現場を抑えられたじゃないよ。